どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は、ニューヨークのウエスト37丁目あたりにいて、本日はですねこちら、マリオットバケーションズクラブパルス、ニューヨークホテルですね、こちらに、お世話になろうと思っています。でね、もうチェックインは済んでおりまして、ちょっとね荷物が今回はちょっと大量で、起きながらね撮影するのが厳しかったので、チェックインしてから、外の撮影をしているわけなんですけども、本日はこちらに2泊、させていただこうと思っております。それではね行ってみましょう。それではねフロントに入ると、こんな感じでねお水とお菓子のサービスがあります。で上にはですねこんな感じで、クリスマスシーズンということもありまして、クリスマスのね施しがされております。いやとても可愛いですね。それではね無事チェックインできました。今回は1902という部屋になっております。それでは行ってみます。それではね中に入ってきました。部屋はねかなり広いですね。こんな感じとなっております。こんな感じです。かなり広いですね。ベッドルームからかなりスペースがありますね。ここにスーツケース 2,3 個広げられるぐらい広いですね。まあ客室はこんな感じですかね。こちらにアラームがあって、ベッドがあるっていう感じですね。で絵が描けてあったり、姿鏡かなり大きいのがありますね。で、こちらですねテレビと、この下に何があるんだ、アイロン、あここにアイロンのところが入ってるんですね。で歯ブラシが入ってる。歯ブラシがありますね。いやニューヨークのホテルで歯ブラシがあるなんてかなりレアだと思います。あとこちらが氷入れるやつですね。あとこれは何ですか、これドライヤーですね。まあこちらは棚は空ですね。一番下も空ですね。こんな感じですね。あとこちらが金庫と金庫、あと替えのお布団ですかね、上に入ってます。見えますかね、替えのお布団が入ってます。あとこちらアイロン台で終了っていう感じですね。でこちらバスルームです。こちらが石鹸が置いてあって紙コップ、あとボディーローションですかね、こちらがあります。でシャワールームですね。ちょっと暗いですねシャワールームは。とあとこちらが石鹸ですね。でこちらシャンプーですね。これはちょっと見たことないブランドですね。こちらとなっております。それではねかなり広い部屋に通していただきましたね。ここはマリオットボンボイね3万ポイントで1泊という感じで、まあ、かなりね、少ないポイントで、泊まれたんで今回ねこうチョイスさせていただきました。で、ね部屋はこんな感じでかなり広い部屋に通していただいて、一応これはねアップグレードではないと思うんですけども、ちょっと調べておきますね。多分違うと思いますね。でここはですねマリオットバケーションクラブって私の動画で出してると思うんですけども、ここがね指定のホテルなんですよね。マリオットバケーションクラブのポイントで、マリオットボンボイとはねまた全然違ったポイントで、マリオットクラブバケーションのポイントで宿泊する際のホテルがニューヨークはここなんですよね。でちょっとね興味があって、今回宿泊させていただきました。いやーでもかなり広いホテルですね、客室一つが。で、あ、一つね紹介し忘れてましたね、こちらはコーヒーマシンが入っております。
コーヒーマシンが入ってまして、あ、これ出せないんですねかなり窮屈な場所に入ってますけども。でコーヒーはスターバックスが飲めますね。でこちらは引き出しで、こちらが、冷蔵庫ですね。マリオット系の、まあ、冷凍庫ついてるの珍しいですよね。まあ、これも、バケーションズクラブならではの、サービスなのではないかと思います。で今回ね、このホテル自体が、20階建てと、上にね、トップオブザストランドっていう結構有名なニューヨークではね有名なバーがあるんですけども、そちらはね上に併設されていて、まあ、もともとここのマリオットバケーションズクラブっていうホテルはもともとストランドホテルっていうホテルだったんですよね。まあ、それは多分マリオットが買収して、マリオットで、ね、バケーションクラブパルスホテルっていう名前に変わって、今マリオットのね、バケーションクラブの対象のホテルになってるんですよね。まあ、私は昔ねここのバーに一回行った時はストランドホテルっていう名前だったんで、あ、おかしいなと思ってたら、まあそういうことだったっていう感じですね。でここ19階で、上の上にバーがあって最上階が20階なんですけども、まあ最上階かなり近いんで、よいしょ、景色はどうでしょうか、うーんっていう感じですね。ですがかなりねビルが高い、上のビルの方が見える。まあそこまで景色がいいとは言えませんけども、まあ、ニューヨークのビル群がねこうやって見れるのは、まあ、部屋から見れるのは楽しいですよね。まあ、ちょっとね時間があったら、屋上のバーの方もね、行ってみたいと思います。いやかなりあれですね、高いですね19階。それではねここに2泊お世話になろうと思います。でここはですね、マリオットボンボイのプラチナステータスだと本来ね、朝食とかねつくんですけども、ここはね朝食ありません。まあちょっとね分かってて、少ないポイントで宿泊させていただいたんで、まあ別に私としてはもうしょうがないかなっていう感じなんですけども、ちょっとねこのバケーションクラブの対象のホテルをねちょっと私がどうしても見たくて、今回ね宿泊させていただいたっていう感じですかね。ですのでプラチナステータとしての特典っていうのはですね、まあ今日ね、今2時まあ今3時ぐらいになったと思うんですけども、ちょっとね早めにチェックインさせていただいたんで、まあそれはマリオットボンボイのねステータスのパワーなのかなってちょっと思ったりするんですけども、まあそれも一概には言えないかなっていう感じですね。ちょっとレイトチェックアウトはもう一度ねフロントの方に聞いてみようかなと思うんですけども、今回ねチェックインの際に、いただいたのが、この方か、このビスケットとお水、フィジーの水ですね。このフィジーの水も買うと結構値段がするとかしないとか聞いたことがあります。まあフィジーの水2本とクッキーっていう感じですね。まあそれではですね、まあレイトチェックアウトの件は後でねちょっとチェックしておきますので、ひとまずここに、2泊、させていただきます。まあかなりね、広い部屋なんで私的にはだいぶ満足なんですけども、PC デスクがちょっと欲しかったかなっていう、気持ちですかね。ちょっとソファーがあるっていうふうには聞いてたんですけども、まさかねデスクがないと思ってなかったんで、まあちょっとねここら辺のテーブルで、ちょっと作業したいと思います。それではここに2泊ねお世話になります。レイトチェックアウトなんですけども、本来11時なんですけども、12時までレイトチェックアウト可能ということで、こちらの、まあ、バケーションクラブパルスホテルはですね、残念ながらこのマリオットボンボイのプラチナステータスの、力、まあ、パワーというのは、まあ、ほとんど利用できないっていう感じですかね。マリオットバケーションのホテルっていうのを事前に聞いていて、まあ、ある程度ね情報を得てたので、まあ、個人的にはまあ了承した上で、まあ、宿泊したみたいな感じなんで別に全然いいんですけども、まあ、これから宿泊されるっていう方はね、ここもそんなにね場所が悪い場所じゃないんですよね。エンパイアステートビルとかが、近くにあったりとかしますんで、まあ、観光としてはね全然悪い場所じゃないので、まあ、もしね、今後宿泊される方はね、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。今ねホテルの部屋に到着してですね、 Wi-Fi をつないだんですよね。 Wi-Fi を普通に、パスワード入れてつないだらですね、なんと
1500ポイント、マリオットボンボイポイントね、もらえますっていう、まあこれ当たったみたいな感じなんですかね。いやこれはありがたいですね。まあ、今回私ここポイントでね宿泊してるんですけども、まあ1500ポイントねいただけてしまったっていうね、こんな面白いサービスもあります。マリオットバケーションズクラブパルスホテルの、エレベーターです。すごいシンプルな感じになってますね。これがね、有名なバーのストランドホテルです。マリオットバケーションズクラブの、こちら地下ですね。一応こんな風にね、スナック菓子とかあとは飲み物、あと電子レンジ、珍しいですね、電子レンジもあります。あとお水とお湯がね、まあ、常にもらえるっていう感じですね。あと氷ももらえます。で、反対側にはね、ビジネスセンターっていうんですか、PC デスクとねプリンターとかも置いてあります。でこの先にはですねフィットネスセンターがあります。こんな感じで今ねもう夜遅いんで、まあ、10時ぐらいなんですけども、まあ利用してる人はいないですね。まあこんな感じでそこまで広くないですけども併設されています。でここにあるのは、タオルだけですね。タオルだけ、タオルと除菌シートっぽいのがありますね。まあ設備はこんな感じとなっております。地下にはね、フィットネスセンターの先、手前にですねこんな感じでちょっと座れるスペースなんかもあります。でマリオットバケーションズクラブということでこういう感じでねセールスセンターも一緒についてます。やはりこれがメインっていう感じですかね。おはようございます。2日目の朝ですね。2日目、翌日の朝ですね。今ねニューヨークは朝の、7時半ぐらいですね。このマリオットバケーションズクラブパルスホテルではですね、朝食はついておりませんので、これからね、ちょっとそこら辺を散策して朝食、いただきたいと思っております。いやニューヨークは今日はすごくね天気がいいので綺麗に映ってますでしょうか。こんな感じで、かなり天気がいい感じになっております。それではね、朝食、近くのねお店探していきたいと思います。それではね朝食いただいていきたいと思います。今回はこちらプレットって読むんですかね、こちらでいただきたいと思います。ちょっとね、近くに斜め向かいにもですねこんな感じで W カフェだったり、マジソンケイシャーって呼ぶんですかね、ベーカリーって書いてある。まあこちらもね朝食メニュー今ちょっと軽く店内見てきたんですけどもあります。ですので、バケーションクラブのね、クラブパルスホテルからまあ1ブロックも歩けばね朝食食べるところはまあたくさんありますんで、まあそんなに困ることはないですね。今回はねこちらのプレットでいいのかな、こちらでいただきたいと思います。それでは行ってみます。それではね、お店出ました。今回はね、ちょっとお店でいただこうかなとか思ってたんですけどもホテルの方でいただきたいと思います。で、こんな感じですね。まあ見た感じだとですね価格的にはここはまだ一番低いかなっていう感じですね。正直もっと探せばね安いお店もあるんですけども、まあちょっとね探す時間も、もったいないんで
今回ねこちらで利用させていただきました。それではねホテルの方に戻りたいと思います。それではね、それではホテルの朝食です。ホテルの朝食じゃないですね、ホテルでいただく朝食ですね。まあこれサラダと、まあ、あとバナナと、ブルーベリーヨーグルト購入してきました。あとバナナも、ね、購入してきました。コーヒーはホテルでいただいたやつですね。それではいただきます。いただきます。ちなみにこれは100均のアルコールウェットティッシュです。ニューヨークの観光では、おそらく必需品と思われます。それなら高級レストランでもおしぼりは出てこないからですね。ではいただきます。コーヒーは、このマリオットバケーションズクラブホテルでも、コーヒーだけはねフロントの横の何ですか、まあ、パッと見レストランみたいな、レストランバーみたいなところなんですけども、そこでコーヒーだけ朝、無料でサービスがあります。サラダ、このメニューで、大体14ドル32セント、1500円ぐらいですね。高いですね。さすがニューヨークっていう感じですね。それだけサクッと食べて観光に行きたいと思います。それではね、朝食から、今ね部屋に戻ってきたわけなんですけども、チェックインの際にね、朝食はありませんっていう説明を受けたんですけども、画像にもしております通り、今ね、8時過ぎぐらいなんですけども、朝のクロワッサンのサービスがね、ありましたね。そちらもフリーでいただけるということですんで、まあ本当にクロワッサンとコーヒーしかないんで、まあそれでもいいですよっていう方はね、まあそれで朝食を、カバーすることはね、まあできなくはないっていうことだけね、一つ押さえておいていただければなと思います。それではね、私は、観光の方にね行きたいと思います。それではね、本日の夕飯、ニューヨークではね結構有名な、1ドルピザね行っていきたいと思います。お店はこんな感じで99セントと書いてありますね。今回私が注文したのはこちら、2つのピザと、缶ジュースで3ドルってやつですね。こちらを注文しました。ちょっとねホテルの方で食べたいと思います。それではね部屋の方に戻ってきました。本当にどんだけピザ食ってんだっていうぐらいピザ食べてますね。やはりね、ニューヨークは物価が高いんで、1ドルピザっていうのはね、やはり多くなっちゃいますよね。一つ切れがこんなに大きい。大きいですよね。缶と比べてどうです？まあまあ大きいですよね。これが、全部で3ドル。まあ350円ぐらい、400円ぐらいですかね。いただきます。うん。やっぱりウェットティッシュ必要ですね。一緒にダイエットコーラ、ダイエットコーラ、本当に女性一人だったら多分これで結構お腹いっぱいになるんじゃないですかね。本当は店内でね撮影しようと思ってたんですけど、むちゃくちゃ混んでて撮影どころじゃなかったですね。まあ、店内もそんなに大きくはなかったんですけど、でも1ドルピザにしたらすごい美味しいですね。本日食べた、朝食べたサラダセットみたいなの
ヨーグルトバナナで、15ドルですからね、5分の1ですか。ジュースまでついて3ドルってのはね、おそらくニューヨークではマックより安いと思いますね。日本でもこういうのできないんですかね。これでまた美味しいってのがね、流行る理由なんでしょうね。お店もすごい混んでたって言いましたけども、本当に私も5人か6人ぐらい並んでやっと買ったぐらいなんで。まあちょっとこのホテルの動画とは全然関係なくなっちゃうんですけど、99セントピザを見つけて、まあお店に入るじゃないですか。2スライスプラス缶ジュースで3ドルみたいな看板がね出てるんですけど、じゃあ実際店内入ってな、どうやって注文するかっていうね、私ニューヨーク来始めた頃で、結構それで迷ったことあったんですよね。看板とかガイドブックとかには載ってんのに注文方法わかんないみたいなっていうこともあったんで、まあとりあえずこの99セントピザで、店内入って注文する場合はワンダラーピザプリーズで通じます。もしくは3ドル出して、これこのジュースの缶は冷蔵庫から取るんですけど、まあ、基本的に取って会計みたいな感じなんで、このジュース類はですんで、まあ、この缶持ってね3ドル出せば多分店員さん分かると思いますんで、まあ、それで多分何も言わなくても大丈夫なんですかね、じゃないですかね。私もこの缶と3ドル渡したら、あ、お前1ドルピザだなみたいな感じだった、ね、でもうまいっすねこれ。それではね、今日まだ夕方の、今夜何時ぐらい、今7時ぐらいですかね、なんですけども、昼間いろいろ出歩いてたんで、夜はねPC 作業して今日は終わろうかなと思います。で明日チェックアウトなんでね、次のホテルへと移動したいと思います。おはようございます、朝になりました。先日通りね、このホテルは朝食がついてないということですんで、今回はねホテルのクロワッサンがね、あれば、そちらねいただきたいなと思っております。今ね朝の8時ぐらいで、残念ながらねニューヨークは曇りっていう感じなんですけども、今からね、フロントの横のあれなんていう場所なんですかね、一応ラウンジスペースっていう風に名前になってたんですけど、まあそちらのフロントの横のねラウンジスペースにちょっと行きたいと思います。ちょっとねなかったらちょっとどっか買いに行こうかと思っております。それでは行ってみます。それではねラウンジロビーの横のねスペースに来ました。どうやらですねちょこちょこメニュー変わるみたいですね。昨日はクロワッサンだったんですけども、今日はねこんな感じの、菓子パンみたいな感じのサービスとなっておりました。それではいただきます。いただきます。時間帯なんですけども、どうやらね8時結構遅いですね。8時今8時半前ぐらいなんですけども、昨日もね8時半とか8時過ぎとかだったんで、一応覚えてるんですけど、そんなに早くからはサービスされてません。コーヒーは早いんですけどね。いただきます。何見えますね。ちょっとチーズが乗ってんのかなと思ったら甘いっていうねすごい甘い、シナモンロールみたいな、そんな感じですね。美味しいけどかなり甘いですね。予想ですけどこっちもね
こっちは間違いなく上になんか砂糖っぽいのがあって、こっちも甘いです。こっちも甘いですね。こちら何なんでしょうね。ちょっとわからないけど、かなり甘いパンに。でも無料で食べれるのはいいですね。もしかしたら朝食まで行かないから朝食とは言ってないのかもしれないですね。でもいただけるんだったらいいですね。あんまり朝食で食べない人だったら全然違うね。で本日はね11時チェックアウトで12時までレイトチェックアウト可能だったんですけども、もうちょっと、ね、早めにチェックアウトしていきたいと思います。それじゃね、朝食サクッと食べて、なんだっけ、パッキングしてね、チェックアウトしていきたいと思います。はい、それではね、マリオットバケーションクラブパルスホテル、チェックアウトいたしました。今回はね、マリオットボンボイ、6万ポイントでね、宿泊させていただきましたけども、ここはね、最初の動画にも言ってると思うんですけども、マリオットボンボイね、プラチナステータスがね、まあほとんど、まあ利用できない。っていうね、感じで、利用できるのはレイトチェックアウト1時間ぐらい。まあそれ以外の特典はほとんど利用できないっていう感じですね。まあ私個人的にはね、事前に、まあ情報をね、ある程度得てたので、別に良かったんですけども、やはりね、朝食等々はね、マリオとプラチナステータス持ってる方でね、利用できないっていうのは結構辛いですよね。ですので、まあそこらをね、了承した上で、まあ利用をお勧めしますっていう感じですね。まあ朝食はね、一応ないというふうには聞いてたんですけども、一応ね、クロワッサンと、菓子パンみたいなサービスはね、ほんの少しですけども、あります。ほとんどの時間帯、まあ深夜はやってないと思うんですけど、コーヒーサービスがね、フロントの隣のね、ロビーラウンジっていう一応場所なのかな。利用できますんで、まあ、常にコーヒーは飲める、コーヒーとお水が飲めるという感じですね。で地下にはお水とお湯のウォーターサーバー、あと電子レンジ24時間まあ利用できますんで、まあ、電子レンジがあるっていうのはね、私ニューヨークのホテルでは初めてだったんで、まあ、その点はとても良かったんじゃないかなと思いますけども、やはりねニューヨークでせっかくマリオットボンボイのねステータスを持たれている方は選択肢はねまだ他にもあるかなっていう感じですね。何も知らないでね宿泊してしまうと、そういう点でねちょっとがっかりしちゃうかもしれないんでね、まあ、その点を考慮して、宿泊されることをお勧めしております。まあ、つってもね1泊3万ポイントで、こちらはねディスネー上品もかかりませんので、まあ、そういう意味では安く済ましたいって意味ではね、こちらはお勧めなんじゃないかなと思います。この動画が役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。今回はねマリオットバケーションクラブパルスホテル宿泊してみたという動画でした。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。